はい、久しぶりにデッキ紹介していきます。まあ、新しくデッキ作ったんで、タスクくんのデッキを作ったやつですね。ライフカウンター、このタスク仕様のやつ。はい、じゃあ、サイドがこいつですね。まあ、サイドはちょっと抜かしてください。これちょっといろいろあって、ガルガンとドラゴニックパニッシュを置いといてます。はい、まあ、サイドは使わないんで基本的に。はい、裏はタスクくんのスリーブですね。バディがエルキホーテ、ドラゴンワールド、エルキホーテが4枚、サウザンドレイピアが、あれ ?3 枚しか入ってなかった。サウザンドレイピアが3枚、レッドバロンが4枚、ジャックナイフドラゴンが4枚、アレグレッサーが2枚、ジャックナイフバイシタンとシールド持ってくるやつが2枚、ガルパニックフェザードラゴンが2枚、バスターソードドラゴンが1枚ですね、モンスターは。そして魔法がドラゴニックチャージ2枚、デイオブザが2枚、ドラゴエナジーが3枚、ドラゴンシールド精油の盾が4枚、緑竜の盾が4枚、ジャックナイフブレイブハート、ジャックナイフを探すやつが2枚、ドラゴニックグリモが2枚、続いたアイテム、ドラゴンアンセムが4枚、ドラゴブレイブが2枚、まあ、これ好みによるんですけど、ゴーザンガルガンチアパニッシャーが1枚と、あとドラゴニックパニッシャーが2枚ですね。まあ、これは正直センターがいても攻撃できる、これにした方がいいと思いますね。まあ、俺ライフが5、自分のライフも5以下じゃないとダメなんですが、相手がライフ5残ってた場合に使えるので、俺はゴーザンにしてますって感じでした。まあ、計50枚だと思う。レイピアが4枚入ってると思ったんですけど、ちょっと待ってください。これは抜かして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,44,45,46,47,48,49,50です。ということでした。まあ、結構、スリーブ変えたんですよ。まあ、ちょっと前古いスリーブ使ってたんですけど、傷がボロボロになってきたんで、まあ、せっかくなんでタスクくんにしました。はい、って感じっすかね。まあ、ドラゴンワールドはまあ結構これ、楽しい。で、ぜひ作ってみてください。まあ、デイオブザ2枚入れてんのは、ゴーザンガルガンジャパニッシャーとかのために、一応2枚入れといてます。弾かれた時に結構使えるんで。シールドはまあ8枚しか、あ、まあ8枚あれば多い方ですけど、8枚なのは、まあ一応最後の方に使うためにバイシタントとかで持ってきたりします。で、アレグレッサー攻撃力高いんで、まあ貫通系もちょっと入れとくのもありだと思うんですけど、あんまジャックナイフと関係ないカード入れたくないってのも。まあ正直エルキホーテは攻撃しないとゲージ溜まんないんですけど、そのエルキホーテのゲージを溜める、まあバディにしてるのは読まれないためですね。んで、このバスターソードは火力高いんで、1枚だけ。もしダメだった場合は、こっちドラゴニックチャージとか、まあ、この青龍の盾があるんで、ここら辺でゲージを貯めるっていうデッキですね。はい、ってことで、まあ、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。